県教育委員会は、県立学校で新たにいじめの重大事態が2件発生したと発表しました。いずれも SNS での誹謗中傷が原因となっています。県教育委員会によりますと、2件はいずれも今年度に、県立学校の生徒1人が複数人から SNS の書き込みなどで誹謗中傷を受けたものです。 このうち1件は今年10月に発生が報告され、学校による調査内容を検証した。ほか、職員研修や全校生徒へのネットリテラシー教育をするなどしたということです。もう1件は今月6日学校がいじめの重大事態と判断し、県教育委員会に報告。県教委は昨日有識者で作る。第三者委員会に調査を諮問しました。 保護者が相談し発覚したもので詳細は明らかにされておらず指紋の理由については教育委員会の判断としています県立学校でのいじめの重大事態の発生は今年度5件目で2015年以降に発生した11件のうち4割近くが SNS での誹謗中傷が原因となっています